すごい神タイミングじゃん。フルドラさんが出てきた。フルドラさんじゃない、オルドラさん。確かなんかこの辺から出てくるなって思いながらここに来たんだけど、で今あのタイマンコログがいたから連れて行こうとしてるんだけど、やったぜ。オルドラさん待って、これ私間に合うか。間に合わなさそうだな。無理か無理か、雨降ってなかったらな。ほい、ということでオルドラさんの爪を持ってきたんですけど、その前に一度お話をしましょう。倒れてたよっていうお知らせじゃなくて、オルドラを探し出し爪、これで爪じゃなかったらあれだった、先走りすぎてたな。オルドラの爪を手に持ち、ほい、オッケー、ありがとう賢秀、我が力を母なる女神像に送ることができました。経験のあなたに一粒の恵みを授けましょう。ルビーをもらいました。私と同じように泉を守る女神像はあと一柱います。女神像のため彼女に手を貸してほしいのです。コンプリート。はい、次は知恵の泉に行きました。まずはご報告をします。倒れてたよー。はい、ネルドラを探し爪を捧げてほしいのです。捧げよう。ところで爪って何って聞いたら何て言ってくれるの。青き精霊の手足の先、霊気をまとう鋭き爪、人の身で近づくには危ういもの、遠くよりいればかけらも落ちることでしょう。教えてくれるんだね。はい、ではネルドラさんの爪を置いて、ありがとう剣士を送ることができました。サファイアをもらう。そなたの助力のおかげで我らは力を送り母なる女神像を蘇らせることができました。ほう、深き民におわす母なる女神像を訪ねてみてください。立ってんのこれで、すごくない。では行ってみましょう。あ、てか母なる女神像を受けてますね。知恵、力、勇気、それぞれの泉の女神像の前で聞こえてきた願いを叶えたことによって母なる女神像が復活したそうだ。忘れ去られた神殿にいる母なる女神像を訪ねるよう言われた。ということで祠に飛んできたので、おおおおおお、すげえ。これが三精霊の爪によってパワーを持ちむくりとむくりとされた母なる女神像、素晴らしい、神々しいですな。祈る、よかったですね、よかった、これで安心だわ。祈りを捧げる敬虔なる戦士よ、知恵、力、勇気の泉の女神像に力を貸してくれたこと深く感謝します。そなたの知恵、力、勇気をたたえ剣を捧げます。は？ほう、フォースソードみたいな。剣をもう一振り持てるように荷物を整理してからまた訪れてください。はーいフォースソードかな、フォースソードで合ってるよね。なんだろう、他になんか思いつかないんだけど、すいません、いつもポーチがいっぱいな経験なる剣士で。はい、天空の城白人剣、かっけー。空から現れた勇者が手にしたと言われる剣、まっすぐに伸びた美しい白い刃が特徴的。構えると不思議と大空の風を感じる。へえ。お行きなさい、この世界にあんねえ。え、超かっこいいこれ。ほい。ほい。授かった。え、超かっこいいじゃないですか。いくらぐらいなんす ?24。ネタ吹き？詰まるところを。途中の剣ってことだよね。こんな模様だったっけ、この鞘、なんていうの、この刃の部分。
すごいね、ここまで再現してくれるんだね。ただ私はその大空の銅がない。いいね。やっぱどんどん伸びてたね。いやそれにしてもマスターソードはマスターソードかっこよすぎるな、マスターソード。はい、ということで今どこまで進んだ。137分の139まで来ましたね。つまりあと1個ですね。井戸マニアがね、今ジョシュアちゃんが上に来てなかった。あ、そういえばジョシュアちゃんに報告すんの忘れてた。ほこら全部、ほこらじゃんね、全部終わったよって。魔王のことは気がかりですが、地底からゼルダ様につながる手がかりが得られて、ポルア様や原始様の役に立てて本当に良かったのです。地底に他にも役に立つものがあると思いますので、引き続き調査頑張るですよ。で、こちらの目指すは井戸マニアをちょっと報告してみようかなと思って。ここで聞いたんだっけ、こんなとこでしたっけ。新しい井戸もいいね。なんか普通にさ、ハイラルのとこにいなかったっけ、あなた。ハイラル？ハイラル平原の井戸。いや、君か。移動してるんだね。古井戸もいいけど、ここみたいな新しい井戸もいいよね。あ、もしかして井戸の場所教えに来てくれたの？あ、教える井戸がないって言ったら教えてくれるんだ、場所。この辺かもしれんね、みたいな。教える。どんぐらい今？ありがとう。今回教えてもらった井戸の数は37箇所ね。お礼は1箇所につき10ルピーだから合計370ルピー受け取って。教えてくれてありがとう。見に行くの楽しみ。あと12箇所か。何か探し物を探す道具でもあったら便利なんだけどな。探し物を探す道具。シーカー。あ、そっか、確かに。あ、確かに。シーカーセンサーって、あれ、いけるのか。井戸。確かに井戸、ハイラル坂にあるわ。その発想全くなかったな。そして、あれ壊せそうだなと思いました。行ったことないんだけど、あとね、私ね、ハイラルのさ、ハイリア兵の服一箇所持ってないんだよね。ここにあったら笑うけど、さすがにないか。ああ、ここに出るんだ。へえ、びっくりするよね。ほら、これを井戸にすればいいのか。しまった、探す井戸がない、教える井戸がない。ちょっとやってみよう。教える井戸がない。そっか、残念。隠れた古井戸。あー、なるね。さすがに教えてもくれんか。だって教えてほしいんだもんね。シーカーセンサーを井戸にしたら鳴ってる。今からやりたいのが、地底で根があるのに地上で何もないところを探したいなと思って。で、ここら辺歩いてないから、なんとなくそれながら来てたんだけど、この井戸シーカーセンサーが反応してるって話。あっ、あった。これって探し、見つけた井戸にも反応するのかな。さすがにするか。お、この井戸全部見つけないとミニチャレンジ制覇ができないのがねーっていう話なのよねー。で、井戸は別に迷いちゃんいないから。にしても意味深すぎません？これ。一応上がってみる。上のなんか崩れてる家の中に入れたりとか。服欲しいな。こう、井戸もいいけど、井戸もいいけど、宝箱の
センサーもやっぱ欲しいなってなるね。これだ。これの？これが美味しそう。王家の盾。そうでもない。さらに上に行ってみると。なんであそこの部屋？ああ。なんかヒントみたいな場所あったんかな。まあいいか。これはさ、ゴングル山の洞窟の中にあるのかな。新しく洞窟があるんじゃなくって、迷いちゃんを見つけるだけで満足しちゃったのかもな。結構ね、この茶色いやつ、茶色い岩がひしめき合ってて、そう、これは作った方がいいかなと思って大砲作ってやってたんですけど、とか直前ちょっと危なかったから無言だけど、もしかしたら残してたかも。なるほどね。ちゃんと採掘をするべきでした。久しいね。維新の戦い回転。いやーねー。回転されましても。まずね、まだ弓矢がないので。あの子弓矢ですね。とはいえ、こっち行こうかな。そんな強くない。これをよいしょ。あの人は弓矢じゃない。これは回転。うわ、怖っ。そして、うわ、なんか怖い音してる。上行って落ち。怖い音してたよ。矢がなくない？矢がないよな。矢がなかったらってポインってなるから。そうか。落ちないね。もう落ちたら大変だから、落ちなくてもいいんだけど。はい。で、これを持って。ボン。あそこにもいる。あれは何？止めたいんだけど止まらないんだよな。確認したいから。錆びた盾。大砲盾。そんな楽しそうだな。ん？あ、てかこれウルトラハンドで。あ、ダメだったわ。ウルトラハンドで取ればいいのか。あ、これ大砲でやればいいんじゃん。迷子です。でつまらない。ここは間違えた。止まんないけど。すごいな。
飛んできたんだね。こっちにいたよね。せっかく強いの作ったから。ああ、これ、そっか、ハイラル中央祠だからそこそこ簡単な方かね。はい、魔法の杖クリア。はい、ということで次ですね、こちら地下、地底で見つけてるのに地上で見つけてないタイプ、ここにあるんですけど、多分この辺洞窟ありそうだなって思いません？私は思ったので一旦降りよう。あ、ルミ発見。多分この辺は何、歩いてもない気がしますな。これは何でしょう、何セットですかね。今コログの面してるわ。で、宝箱センサーじゃなくって、あ、順々に登れるようなのかな。宝箱センサーじゃなくって井戸センサーになってるので、久しぶりに静かですね。よっよっ、はい、ということで、よいしょ、こちらですか、洞窟発見です。発見。おラネール山道東の洞窟。ラネール山道東の洞窟。ああ、そっかそっか、そういうことね。からの、濡れ濡れですね。久しぶりに、全身河内で。登るぜ。よっ。お、余裕じゃん。聞こえるかわかんないけどさ、足音、このジメジメとこの靴ってだから出てる足音とかだったりするのかな。そんな細かいのかな。さて、迷いちゃんも探したいけど、ここらも探したい。ここらは普通にありました。で、なんかね、向こう側が深かったので、先に祠開口しとこうかなと思って。ちょっと待って、あー思ってたのと違う感じで来ちゃったかもしれないですね。祝福かな。祝福でした、残念。女王の祠、せいや。よいしょ、溺れさせるお仕事。迷いちゃんを発見しました。普通にいたな、よかった。なんか探し回るところだったわ。で、反対側の方ですね。まだね、奥があるんだよね。ここ奥、へえ、ワクワクしますな。で、この上にホラブリがいるから気になるので倒します。これは飛んでいってもいいかな。なんだろう、ここ。え、あ、外に出るのか。外に出るんだ、多分。ダイヤモンド2個出てくることある。
すごい、初めて。これで、あ、出てきたね、洞窟って。なるほどね。あー、こういう見た目なんだ。はい、では今回から寒い地底も終わり、おそらく地上の祠も全部やったんじゃないかなと思うので、ティアーズオブザキングダム目玉の空ですね、まだ行ってないとこちょこちょこあるのですごい明るいな。なので空やっていきます。で、いつやらゼルダを追ってた時につけといたワープマーカー、こちらをねやっていきたい。やっとよ、ここは祠があるのかなと思ってワープマーカーしてるんじゃなくって、なんだろうね、のりとついでですね。宝箱、今シーカーセンター井戸にしてるんだけど、宝箱に戻しとくか。けいちょっと来るだけでよかったとこじゃん、賢者の石で。反対側に行きたい。これって別に下から上に行くこともある。下から上に行く時って結構大変そうですね。扇風機があれば行けるものなのかな。私は上にワープマーク置いちゃったから上から下に来たけど、そういう感じかな。なんか今目的のとこから来たんだろうね。ここが多分この眺望台からちょうど行ける場所だったんかな、分からんけど。ワープマーカー回収するのもうちょっとあとで、だから逆かなここ来たことない、ここ来たことないのでこれ行きまーす。ほい、いつもの勇気示せ型のやつですかね。よろしくお願いします。結構高いねここね。あの目の前の丸いとこ行ってますようにって思いながら今見てます勇気を試すしまー。ではレッツゴー。最初のうちはね、とりあえずクリアしたらいい感じですので、装備をダイビングしやすいやつに変えました。やっぱ移動が早いね、障害物多いなここ。わっ、危ない。これで終わり。100点。まだまだ行ってないところがありますな。こんにちは。もう入れいきます。ちょっと今祝福が出たので、こちらね、祠の祝福をいただきたいと思いながらこれをやります。タイマーボムなん結局全然こう使いこなせないまま終わろうとしているはい、ということでタウンヒオの祠。祝福じゃなかった。やった、戦いの教え弓の極意。この250時間以上楽しんでる私に弓の極意を教えてくれるんですか白い。でもこの人って写真対象なのかな。はい、そなたに教えを授けよう。じゃあ空中で弓を引き絞ると集中力が増す。その間に敵を射抜け。
ここってそんなに来る場所？あ、でも他の攻撃は効かぬ、覚悟せよ。リトのところの塔から来れる場所だからそうなのかな。ちょっと一応防御力上げとこう。あと写真を、あ、見て、よし、ティオッケー、見事なり。3体に増えた。再び集中力を増し、すべての敵を射抜け。一発でやれってことなんかな。かっこいいよね、リンクタン。ほうほう、どんな集中力なの、リンクタン。はい、はい、やりまーす。2、1、飛び込む。35秒以内らしい。ここはちょっとこれでこういって、こういって、おっしゃー、17秒73。信じられない記憶です。やった、これで全身揃ったグライドスーツ。空気を捉えて揚力を得られるように上半身各所に布が貼られたスーツ。ダイビング時の滑空性能を上昇させる、向上させる。あなた様は私が知る限り誰よりも早く、そして勇敢なようです。記念品ありがとう。リンクタンです。はい、リンク様を記録保持者として登録しました。いいです、楽しかったです。